たくさん。じゃあ、はい、愛媛の県庁所在地は、はい、松山。おー。愛媛の県庁。これ白ですね。すごい。特にって何かなー。お、来たー。やったー。よしよし。ドゥ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 。たくさん、シェリフ来た？あ、セリフ引いたんで、マジセンターさん来ていいですか？いいっすよ。いいよ、俺、こっち行くから。そう。クリスマスの待つよ、あと1秒やったのに。あと1秒やったのに。いや、あと2秒やったのーなー。黒なんよ。なるほどね。黒2人割れました、このやつがいるから。なるほどね。あぶね。たくさんセリフらしいですよ。なこと言ってないよ。はい、言っただろ。何言ってんの？どうなんですか。シャワーを裏から殴る。白を取りたいので、タスクの位置を言っておきましょう、お互い。ダウンロードが宿舎前にあります。電気のスイッチがあるわ。あダウンロードは、ね。お互い白ですね、これ。書き理論で言うと。ダウンロードはね、貨物にあるわ、行ってくるわ。はい。よし、お互い白。夏目さん、夏目先生と一緒にいるの見てて、ちょっと 今からキルされるので、今から向かってましたっていう。何キルされる、そういう証言が欲しいんで。キルされるみたいな、レタス、キルされないの、まあ、レタとまレタ、いや、レタとまレタでしょ。夏目先生、あ、キル見ますよ。夏目先生は多分センターさんがいるから、多分砂溜めをキルできないっていう状況下なんですよ。ねえ、なんで夏目がさ、じゃあ早くインポスターみたいに言うの？早くどうぞ、どうぞ。はい、じゃあ夏目先生キルしていいよ。いや、本当に押せない、ほろ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 。口、ガブ、ガブ、えい。無理や。まだだ、まだ。あのね、やばいんですよ、貨物で、中野美紀さんとはっちゃんさんと、私入ってたんですのよ。で、あの、うん、中野っちさんがクイズ大会をね、あのしてたんですのよ。例の覚えるところで。で、あの第一問が、あの、はい、鳥取県の県庁所在地だったんですけど。島根でしょ。それ、まあ、島根です、ね。あれ島根県のでしたっけ。あれ待って、はい、島根県の県庁所在地。それ重要なの、鳥取か島根かって。どっちも変わらんわ。鳥取も島根も、はい、早すぎ、怒られるぞ。そうそう。でまあ2問目が名古屋、愛知県の県庁所在地だったんですけど、うん、で私は名古屋って言って、もう次の瞬間にあのはっちゃんさんが私にモーフィングして、で中野っちさんを切ったんですわよ。めいちゃん、はい、逆でしょ。逆、中野っちさんがね、その、はい、愛知県の県庁所在地はって言うから、名古屋名古屋って言ったら、はい、ピンポンピンポンってなった瞬間に、はい、本当この平坂さんがスパーン来て逃げてきました。違うんですよ、違うんです。あ、だから違う、あのはっちゃんさんが私にモーフィングして、そんであれなんですのよ、なんかピンポンピンポンって私が当てたから、私に嫉妬して中野さんを切ったわけなんですよ。ちなみに名古屋当てて嫉妬したよ。名古屋当てて嫉妬するやつないやろ。どこに名古屋当てて嫉妬する。島根県だったんですけど、2人でクイズをやってたの、ずっと。そうです。聞きたいんですけど、島根の県庁所在地は答えれたんですか？あの僕は島根市って言ってブーってなったんですけど、メイさんは、メイさんはあの鳥取県だと勘違いしてて、砂丘市ってずっと言ってて。じゃあ両方人外じゃないですか。じゃあ両方間違ってる。両方人外だ。両方間違ってるから、もう両方行っちゃえばいいんじゃないの。ずっと3人でやってたってことなの、それ、そのクイズ。そうです。それ柿さんは絶対ありえないですか。柿さんのキルは絶対にありえないですか。いや、まあないですね。はい、な、了解です。僕の姿をしてもらいながら。だってあの柿さんが貨物で停電直してアーカイブとか来てるんですよ、うん、で柿さんだったらそんなクイズ大会に参加しないわけないと思うんですよ。だから柿さんが
中松さんが俺の何を知ってんだよ。圧倒的多数でいいような気が。圧倒的多数ここら辺は確かにカキさんだったら参加してるはずだな。クイズ大会怪しい。でもこれでカキさんまでローラーしよう。カキさんまで今カキさんまでローラーしよう。カキさんが確かにクイズ大会に参加しない理由ないもんな普通に考えていやそんなサンシアさんの言うこと鵜呑みにしたらダメやって、まさにその通りだと思った。コミュニケーションならんでしょ。あ、よしカキさん、よしよし、はい、はい、素晴らしいですわ。カキさんは人外だから、なんかそういうクイズ大会に参加するモチベーションも湧かなかったっていうのはどうですか。いや全然ありえないと思う。ありえそう。何も変わんないよ。今日はあれなんですか、メインさんを釣るか釣らないか。だってメインさんは目線。いや人外だったらキルするチャンス失うから。一人釣れてるっちゃ釣れてるんですよね。そう、あのそこら辺に俺がいるのを見てないですよ、メインさんは。いやでもなんで来ないんでしょうって。やべえよ。やべえ。怪しいよな。聞こえてはいたの？カキさんはその聞こえてない聞こえてない。そもそも聞こえてない。いやカキさんの地獄耳で聞こえないわけないけどな。カキさんに自信がなかった可能性も。そういう世間話大好きじゃんカキさん。なんで近づかないの？そこに。ですわよ。ねえ。カキさん知り得意だよ。アーカイブシャワーにいたのに、なんで聞こえるの？そんな今、メイさんとハッちゃんが話してるなーってツイッターであげるでしょ、そんな。すごい。ハッちゃんだったら。なんで近寄らないの、そこで。なんでこれでツイッターあげないの？怪しいのか、さらに怪しいのか。だい、それ、ユニット組みなすでしょ、それで。なんでスクショ取らないの、そこで。本当ですわよ。カキさん。クイズ系腰痛弁になるでしょうが。待って、俺役職あるんで、やめてください。ガチで。がっかりです。おじゃあこれ。いやもう。サワースでカチさんとずっと二人でいてもキルされなかったんですよ。これもしかしてもうキルクールタイムが。じゃあシャワースで何やってたんですかよ。そっちかよ。もしかするとキルクールタイムだったかもしれない。じゃあカチさん。じゃあ愛媛の県庁所在地は。松山。おお。これ白ですね。すごい。これ白、僕カキさん信じます。カキさんまさかのチリが。チリが得意。まあここで釣られたら面白いんだけど。誰も本気で投票してないでしょ。本当ですわ。メイ様釣る流れじゃん。そうなんや。ローラーですよ。まあ流れに逆らうのがお嬢様ということですわね。スキップでちょっと。あれ？おお。こっちさんが釣られる。まあ。天候。およ。しゃあ。というなかった。じゃあクイズ大会しましょう。クイズ大会もう一回やりに行く。大丈夫。クイズ大会しよう。クイズ大会、クイズ大会しよう。クイズ大会、それなりさん問題出して。いや問題早いな。問題じゃそんなパッと思いつかない。あじゃあパパパッ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 パ。いやなんかさっきメイ様が死なれ際にカキさんまでローラー完遂でお願いしますっておっしゃった。完遂したんじゃないの今。なんでこれがある。なんでそれを信じるんだ。ピアか。手を言ってたから。じゃあカキさん、オーストラリアの首都は？首都。シドニー。あ、釣りましょう。うわ。違う。じゃない。違います。どこ？キャンベラです。どこだっけ？キャンベラ。追放しましょう。シドニーじゃないんだ。よくある間違いだ。シドニーだと思った。入れました。ほら、砂田さん間違えてる。砂田さんまでオーラーですよ、これは。クイズの。お、対抗すんのか？じゃあ、ガキさんに入れる。待って、本当に役あるのに。本当に役あるのに。あれ、え、待って、夏目脳死で入れちゃった。やばい。いや、待って。入れました。俺、ベイトだよ、普通に。ベイト。ベート。おお、あ、行っちゃったじゃん。思って行っちゃったから。終わった。え、じゃベートもう一人いた。ボタン押したやつ怪しいぞ。カキさん。今ベートもう一人いたけど。いた？いないか。どうかな。
どこだ、カキさん。俺がゲッサーに打たれる。カキさんはどこ？カキさん見た？カキさんは見てない。カキさん見ん？おい。あ、なんかついてきた。なんかついてきとる。いや、ちょっと待って。ああああああ、嘘だ、嘘だ、嘘だ。何してるの、寺本さん。何どういうこと？ピンポン。え、待って。嘘、多分セリフだよ、これ。セリフじゃなかった、今。だって。え、寺本さんは切ったように見えた。サンシアさん、嘘ついたの。え、嘘だろ。え、そんなわけないだろ。え、でも何が起こったか全然わからないので、ちょっと説明を。え、リンゴさんと寺蔵は絶対やってないよね。しかも、メインさんがいる。だって動いてないもんね。いや、今、僕がメインからエンジンに入ってきたらとこでセンターさんと交差したんですよ。そしたらセンターさんが引き返してついてきて、うん、でそっから左から寺蔵さんとリンゴさんが来て、でセンターさんが死んだっていう感じ。じゃあ待って、寺蔵リンゴがもしやったんだとしたらなんで2人で一緒にいて、そのあのカキさんとセンターが来たのと交差した時に分かんなかったんですよ。そうそうそう、俺センターその場で死んだように見えたけど、でもセリフだったらカキさんそれ切らないよなと思って、どうなんだろう、そうそう、なんなんだろう。テラゾさんってベイトじゃないって思ったのかな、インポスターだと思う。でもね、センターはあの最初からカキさん見ました、カキさん見ましたって言って俺たちに話しかけてたよね。セリフだったんじゃないかな、だからじゃあセリフか。え、そうなんか、カキさん切りに行ってたんじゃないかな多分。いや俺セリフしようしてないよね誰もね。セリフは確かにだったんじゃない。そういうことなんだ。なんでや、センター。なんでカキさん黒だと思ったんや。あれ？ちなみになんかさ、先日昨日の時、うん、いやいや自分がベイト、自分がベイトみたいなこと言ってた人いなかった。あ、僕です。僕です。あ、はい。待って、サンシャさんじゃん、じゃあインポスター。な、いや、あのイビルゲスター生きてるかなと思って。ああ、そういうこと。はい。なんかイビルですよ。あれ、もうみんなカキさんがベイトって分かってるよ、もうそんなもん。嘘、うん、ね。なんだろう、イビルゲッサーが打たなかったから先端が怪しんで切りに行ったとか。あ、いや俺視点は先端はその場で死んだように見えたよ。リンゴさんは、いや4人重なった時に先端さんがお肉になったからわからないです。いや、わかったわかった。あの、じゃあ多分そんなことないと思う。じゃあ僕寺蔵さんについていくんで、僕が死んで通報されたら寺蔵さんがインポスターか。なんでだよ、俺と俺の近くに誰かが来たらどうすんだよそれ。セリフさ、セリフもういないんだよ。殺したって言わないってことは、うん、うん、そうだね。だから白でいいんじゃないもう。うん、カキさん白。カキさん撃たれなかったから。セラゾーさんも白だよ。カキさんの白を確定させてくれた。1,2,3,4,5。カキさんとテラゾーさん。1,2,3,4,5,6。あれ一票足りないかな。誰？テラゾーさんについてこう。カキさん打たれなかったしさ、あの終わり際にサンシャさんが言ってたから、普通に偽なのかと思ってた。あと間違えたしシュート、サンシャさんが言ってたから。さっぱりだ。普通に打った。おい、カキさんいるか。カキさんと一緒にいれば死ななくて済むという。よよ、どうしてですわ。寺田さん、あら、クイズ。あらあら、頑張れですわ。頑張っ。あのタイミングでアーマースする意味あるかと思って。その言った瞬間にアーマーするんだったらわかるけど。あれ？思っちゃった。ごめんごめん。やばい、死んだのにいる。え、何やめろって。誰も信じられないわ、もういる。単純にちょっとミーティングなんで、ちょっと夏目先生に追っかけられた。二人がいるよ、二人がいるよ。初めて喋る。あらあら、寺蔵さんとリンゴさんかな。じゃあ、お、何が何が、メインで、同じような色で同じような格好のどっちかが死んでました。かわいいし、同じような色の同じような。あ、二人死んだってこと。テラゾー最終位置エレクトリカルです。はい、怪しい。ラテラテずっとやってます。打て。マスキングルームで、夏目先生といたな。
え、砂溜さんメイン出たのにミーティングまで行ったんですか。メインシャワー打て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 別にあの今ミニやっちまえよ。カキさんの判断で釣りますけど、2人死んでんのね、もう。打て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 。どっちかですけど。やっちまえよ。どこですか、ごめんなさい、場所って。あ、メインホールの。はっちゃんさ、あそこの前ぐらい。夏目先生と砂溜さん、白取れたりしないですか。僕、誰とも会ってないんで、白取れません。わからないけど、メインホール夏目でこれあの途中で柿さんがゲッサンに殺される可能性あるんで気をつけてくださいね。確かに。うん、やっとるやっとる。僕はやれ。いけ。サンシアさんのき。あ。テラトメイヤ名足用します。名足用します。名足用します。やないのこれ。よしよしよしなんだ。サンシアさん。僕ので2票入るんでまず。ボタン余ってるんかな。リンゴさん釣ればすべてが解決。いやでも一人釣ったとしても終わりだなこれ。うん、だって寺戸さんだって電気室で単独でしょ今回。電気室単独。でメインズシャットで時代だ。アキさんが釣られる可能性あるって指摘したのは僕っすよ。とかリンゴさん、リンゴさんの場所。いやどの道寺蔵さんがメイヤーじゃないとさ二人外生存してる場面だと思うから勝てないから信じるしかなくてこれ あの全然何も出ない。砂溜さんに投票します。砂溜さんに投票します。砂溜さんです。砂溜さん砂溜さん打ちするんだったらやべー勝てるぞ頑張れボタン押せーメイヤー頑張れリアクターだ。頑張れリンゴさん。リアクターだ。リアクター鳴らすんだ。リアクター鳴らせ。お父さん頑張って。クラゾーさん頑張って。リアクター鳴らせ。リアクター鳴らせ。メイさん。よし。お、マジで。ボタンしかないか。マスメ先生が優しくされたんですよね。うわー。確かに。最悪やー。マスメです。合ってる。合ってる。ワンタイいける、ワンタイいける、頑張れ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 、よくねえ。飛び回ってたらな。タスク、まあ、ですよ。タスク終わりますわ。え、終わらねえよ。イビルゲッサーって二発撃てますか？出ない。撃てない。カチカチカチ。カチ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 って撃てなかった。それで夏目先生が若干だったらもう負けだけど、仕方ない夏目先生はもう直してくれたから。そうだよ。あ、撃てなかったです。ナイスだ、ジジ。よっしゃ、あ、かピュアアップルと思ったんだけどな。危なかった。じゃがみろつな。惜しい。やった、よっしゃー、やったやった、ジジジジ、すげー、めっちゃギリギリだった。僕、かきさんがベイト使用してるのに、かきさんがベイト使用してるのに打たれなくて、三者さんがギリギリでベイト使用してたから、アーマーするにしてはタイミングが遅いから、ごめんなさい、切る、そうそう、なんか打たれるタイミングでアーマーすると思ったから、打たれないタイミングで打ってたから、死んだと思って、かきさん殺しに行ったら、自爆しました。リンゴさんは、なんであのタイミングで打ってたの？あと、シュート間違えてたからね。あの人が2人いるのかなって思って、まあ2キル起きてるからね、はい、だから最初はっちゃんに入れたの誰覚えてないで、ビリビリとはどうだったの、ビリとはクイズ大会行われてたんですか、なんで殺したの、クルーなんですけど、メイ様じゃん、メイ様、クルーなの、クルーなの、はっちゃん、え、マジで
やば、演技うますぎだね。実際は、実際何があったんですか。そうなんだ。そう、メイ様がローラーを先ずりさせて、実際は私が、そう、ハッちゃんさんにウォーキングして、中野っちさんを殺したんですが。てか、すいません、ハッちゃんに問題、ハッちゃんに初代内閣総理大臣誰ですかって聞いたら、伊藤英明って言ってました。海猿海猿なんですか。じゃあはっちゃん黒ちゃん、その情報メイさんから出てたら、うん、はまあ結局はっちゃんってやつだな。なんか描写がメイ様の方がなんかちゃんと詰められてたから白いんだと思っちゃってないんで、なんならスキップ仕掛けてましたよね割とね。